私持ってますート、アバター持ってますみたいな人ってあんまりいないと思うんですよね。でも、ツイッター使ってる人は多いと思います。ツイッターとかフェイスブックとかで自分のアイコンを設定してると思うんですけど、このアイコンってやっぱり、えっと、突然その誰かのアイコンが変わると、あれこれ誰みたいな感じになりますよね。で、あと、そのネットでしか見ない人。 あの実際に会ったことがないけどツイッターでいつも見るあの人みたいな人がいると思うんですけどこの人のなんかこういう人だよねっていうほんわり感じてる人格とか。 あの発言の内容とかって、大体その人の,あのアイコンのイメージと脳内で結びついていると思うんですよ。で、このアイコンが、まあ言ってみれば、えー、とネット上の今、アバターとして機能していると思うんですね。これ、あのそのイメージ、これはだからそのネット上でその人のアイデンティティを示す、まあ、映像というか画像情報ですね。これがあの今、Twitter アイコンとかそういうふうに機能していると。で、一方で、えー、VR、 の技術をを使って自分の姿これ結構強烈な体験で,であのこれねあの本当にあの心理学でプロテウス効果っていう名前もついてるんですけどその VR 空間で自分のアバターが変わるっていうのはその,その人の行動にも影響するという非常にまあこれ本当いろんな実験がその効果を指し示してるんですけど。 ここに書いたツイあの上げてるツイートって、そのバットマンになるっていうゲームがあるんですけど、このバットマンに変身するっていうシーケンスをこう体験すると、へぼくれたおっさんでも背筋がちゃんと伸びるみたいな <laughs>、そういうのがあって、やっぱその自分がどういう姿になってるかっていうのが、その人の行動にも影響するんですよね。で、こういった状況がある中で、じゃあ仮想空間における自分は、自分とは何かって自分の姿っていうのは一体,一体どういうものなのかっていうのを考えていくと、 これ、このままいって、例えばその巨大なその、ね、あの会社が、その巨大なその欧米の会社がその巨大な仮想空間を作って、このアバターは、お前のアバターはこうですみたいにこうなったらどうなるかというと、これ、あのでっかい画像の方は、これ、あのメタ社が作っている、えー、とホライズンという、ね、あのサービスのアバター。 でえちっちゃい画像が俺我々バーチャルキャスト社が作っているバーチャルキャストというサービスのアバターなんですけどこうそもそもこの文化の何というか猫は違うんですよね。でこういったそのグローバリズムに飲み込まれていってその自分の人格にも影響をするようなそのアバターの姿っていうのがこう他の文化圏に塗りつぶされていいのかみたいな危機感があって。 で一方、その特定のサービスのなんというかその、例えばサービス終了になしてしまったら、そのサ,あのサービスで使っていたアバターが消えてしまって、で自分の姿が変わってしまうとかあのこの、このサービスを使うならこのアバターって言って、その自分の,その心理的に、ね、その行動にも影響するようなそのアバターの姿みたいなのが規定されてしまうというのは、本当にそれでいいのかみたいな、そういう,こうなんかそういうすごい危機感みたいなものが。 でえー、となので、その仮想空間におけるその自分の体っていうのはもっと自由であるべきだと。でいろんなプラットフォームでをまたいで、その同じ姿を持ち運べるべきだみたいなことを考えて、えーとまあ、その VRM というのを作っています。で、これどういうものかっていうと、この一度作ったそのアバターのデータを、えーとまあ、自,分の自分でこう所有して、 でそのアバターを、所有したアバターを、えー、といろんなプラットフォームで使う。そうすることで、その特定のサービスに依存しない、なんかパブリックな自分の姿というものが定義できないかみたいなことを考えて、えー、やってますと。でそれを、えーとまあ、ファイルフォーマットという形で、えーとまあ、コンソーシアムを作って、えー、フォーマットを定義しているというのがこの VRM というわけですね。でまあ、そんなようなことを考えながら、そのアバターとは何ぞや。 で、えー、仮想空間、その、まあ、メタバース、まあ、流行りのメタバースとかで、自分の姿ってのはどうあるべきか、みたいなことを、えー、うんうなりながら考えて、えやってる。というのが、まあ、改めて自己紹介になります。まあ、今度こういう、えー、と、まあ、バックグラウンドの人間なので、ぜひ、谷口さんとはアバターについて話したいと思っておりました。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、じゃあ僕の方から、えっ、ー、と、少し、 えー、自己紹介したいと思うんですけど、今回のあの T3 っていうその、えー、フォトフェスティバルでは2つの、えー、と作品を出していて、えっ、ー、と、1つが、えっ、ー、と、3つの会話えっ、ー、と、2022年5月という、えー、作品を出してます。うん、で、これはなんか、えっ、ー、と、ユニバっていう、えー、知り合いの会社で、えー、の、まあ、リニューアルに合わせて作った、えっ、ー、と、作品なんですね。なんか、とっていう会社に、えっ、ー、と、アクセスすると、まあ、こういうのが見れるっていう。 になってますで、えっと、なんていうんですかね、その2022年5月、それを,これを作った時期の、なんか僕自身が感じ取ってたリアリティって言い方も変ですけど、を少しちょっといくつかのストーリーで、えー、語っていくっていうような構成になってます。そうですね、自己紹介と聞きながいきなり作品の話をしてて、全然バックグラウンドの話をすっかり忘れてたんですけど、まあ、こういうふうな作品を作ったりしながら、まあ、インターネットで見れるものだったりとか、えー、ちょっとこの後に紹介する自分自身のアバターなんかを使いながら、 まあ、そのメディアテクノロジーと、まあ、社会の問題とかを、まあえー、考えるというような作品を、えー、作ってます。で、これはなんか、そのインターネットの、まあ、質感というか,なんかさ、触れるかどうかみたいなことをあのマウスカーソルの話からで、一方でそのマウスカーソルが消えてタッチパネルになったときに、それはダイレクトに触れてることになるのかどうかみたいなことを、まあ、ちょっとすっとんきょうな会話で。<laughs> 語っていくってていいくう風な構成になってますで、まあ、今日の話としては多分もう一つ出している作品の方がより深く関係してくるかなと思っていて、えっと、それを少し、えっと、見せようかなと思います。パララックスという作品で、えっと、これ自身は2021年に作った作品でいわゆる 3D の空間を、まあ、僕のアバターをまあ一人称視点であの操作しながらいろんな空間を回遊していって で、ま、主に、その、こういうバーチャルな空間の中で、えー、写真を撮るっていうのはどういうことなのかということを、こう、ずっと考えていくっていうような、えー、作品になっています。で、えっと、これの、まあ、録画した映像が、えー、今、会場でというか、あの、展示会場で、えー、流れているというふうな状況になっています。で、すべて、あのい、全部で5つかな ?5 つの場面に分かれていて、で、最初が何かこう、えー、イントロダクションのような、えっ、ー、と、場面で、まあ、地下駐車場みたいな場所なんですけど、 そこにまあ本当にこの世界の説明っていうか書いてあるんですね。これはバーチャルな世界で、で全てのものはリアルタイムにレンダリングされていると。まあ、ゲームエンジンを使って制作していて、あの体験できるっていう状況ではそういうふうになるっていうことですね。で、ちょっと少し飛ばしながら行くんですけど、で、そのコンピューターの世界って、その世界がどのように見えてるかっていうのがまつ作られてるわけですよね。えっ、ー、と、カメラが1個あってで、そのカメラが見た 視点だけがレンダリングされていて、それ以外の場所っていうのは実はレンダリングされてないと。で、とはいえそのレンダリングって作業がそのまま直接見るっていう作業につながるので、僕らが外界を見てるっていうこととはちょっと明らかに違うことがこの世界で起きてるよねと。ではじゃあそこに、えー、一つのこうバーチャルに再現されたスマートフォンっていうのを入れてみようと。じゃあこれで写真を撮ると、えっ、ー、とそこで起きていることっていうのは、あの、どういう現象だって言えるのかなみたいなことをこう、なんていうんですかね、問いかけるような。 仕組みになっているって感じですね。で、写真を撮るとこんな風にえっ、ー、に画面の中央に、えー、と撮った写真が現れると。で、まあ、当然、何て言うんですかね、ゲームの世界もいわゆるこうレンダリング、リアルタイムレンダリングが行われていてで、写真を撮るとそれはレンダリングしたものを1フレームだけ切り取るという作業になるんですよね。で、この時に世界を見てるということと、その写真を撮るということがあの全く同じになってしまうよねという状況があって、まあ、そういう風なこう話から始まっていくという感じですね。 っていうのがまあ一つ目の場面で、で、終していくと、えー、次の場面で、その僕自身のアバターがいっぱい出てくるんですね。これ自身はその 3D スキャン、あのフォトグラメトリで、えー、と作られたアバターで、で、みんな同じようにスマートフォンを持ってると。で、写真をそれぞれまあ撮れるようになってて、僕自身が撮るっていうことと、で、同じアバターがこう複製されていて、なんか、この状態でなんか自撮りするっていうのは <laughs>、 客体として取ってるのか自分自身を取るのかみたいなことがもうめちゃくちゃなわけですよね、うん、っていうふうな状況をちょっとまあ考えてみるその複製可能なアバターがいるっていうことはどういう意味なんでしょうねってことをちょっと語ってるわけですね、うん、でこれは多分第1個目の場面と少し関係してくるんですけどまあなんかこれはちょっとずれてるかもしれないですけどそのシャッターボタンを押して あの写真を撮るということと、まあ、その昔のいわゆる写真銃的にその銃を撃って何か相手の動きを止めるということは一緒だよねみたいな、まあ、ある種の,あの暴力性というか暴力装置としての写真撮影みたいなものがあるっていう一方ででもこの世界だとその全てのことがえと全部作れてしまうよってことを説明してるんですねこれはあのグリーンバックを本当にバーチャル空間にグリーンバックを作ってそこで合成していると。 で、ここでは本当に作るものってのあ、見えるものってのはあの意図的に操作可能なんですよってことを、まあ、言ってみたりするっていう場面があるんですね。で、なんか次の場面に行くと、これはあの空間になんかいろんなキーワードが浮かんでいて、で、その中にこうカメラをかざしていくと、まあ、キャットだと猫の画像が出てくる。で、これはいわゆるこう画像検索の仕組みを使っていて、えっと、本当にこのキーワードでその こ,こ,にこの空間に入った瞬間にインターネットにアクセスしてこうデータを取得してきてるんですね。でそういうとこう作られた風景を、えー、写真に収めるということをやってるとで。僕らが多分写真を見たり体験したりするっていうか、僕らの,その日常生活の視覚体験のかなり大半がインターネットを経由して見てるっていうのがまあ明らかにあるんだろうなと思っていて、でそれをもうすごく直接的にあのバーチャルな空間にこう再現してみるっていうようなことをえやってる場面ですね。 で、いろいろドボドドドっていってですね。で、最後の場面が、えっと、なんていうんですかね、これバーチャルな空間で写真を撮るっていうこと。で特に最近の、えっと、ビデオゲームで、なんかフォトモードっていう写真を撮るモードが搭載されているゲームが増えてきてるんですけど、あの、どういうふうに写真を撮るかっていうと、なんかボタ,ンを押って写真ボタンを押して写真が撮れるんじゃなくて、最初に時間を止めるんですよね。時間を止めてから、じゃあカメラを動かしていって、 それで、えー、と被写界深度とかあのフィルムの流情感とかそういうパラメータを全部セットしてからじゃあこれで OK っていうふうに <laughs> 確定するっていうボタンがあるんですね。でそうするとなんか今まで言われてたような写真の決定的瞬間みたいなものっていうのがもう言えなくなってきてしまっていてなんかすごく操作可能なモジュール化している状態っていうかいろんなパラメータがこうモジュールとしてこう操作可能になってるってことがあってなんか決定的瞬間みたいなことっていうのが明らかにこう変化してるだろうということで。 まあ、あのなんか有名な、ちょっと作品忘れちゃいましたけどこうあの、建物の2階から飛び降りるっていう、あの作家の名前をどうせしたんですけど <laughs>、まあ、っていうのをちょっとあの意識しながら、自分の体が、アバターが落ちてきて、だけど地面にはつかないまま時間が静止するっていうのをずっと繰り返していくてい、まあ。なんかそんなふうに写真の問題を、えーとまあ、ここ数年ちょっと現場の中とかバーチャルの空間の中での写真の問題を考えながら、えー、ある意味である程度こう、その思考が、 まとまって提示されたというのがこの作品、パララックスっていう作品かなという感じで、まあえー、今回こういう作品を、えー、出品していますという感じです。はい。という感じです。<laughs> あ,りありがとうございます。えー、とでは、今、お二人に自己紹介をいただいたんですけれども、最後のイブ・クラインイ、ねうん、イブクラインでした。はい、失礼しました。い,いありがとうございます。<laughs> お二人のお話を聞いていて、その谷口さんの,あの映像作品で、アバターが向こうにもいるし、自分の所有しているアバターが向こうにもいて、自分もそのアバターで、でそれをまあどっち、フロントカメラでもバックカメラでも、それはなんていうんですかね、セルフィーになるんじゃないかならないんじゃないかみたいな話ってあったと思うんですけれども、VRM の,のアバターを所有するみたいな感覚と、 それってですか、ね、例えば VRM になっているということはそのデータとしてはその利用がこういろんな人にとって可能な状態だと思うんですけどなんかそこら辺のところって VRM 提唱者としてはなんかどう思いますすかそうですね、まあ、まずそ,の、まあまあ、そもそもというかあのまずその谷口さんの,この作品をいろいろ見たときにすごく衝撃だったのが。 あのまあ、見ての通りこの,あの画面を見ての通り非常にこのリアルアバターのこのんていうか、うん、テイストが似てるんですよね。<laughs> なのですごくその何というか映像作品を見てもすごいその自分のように <laughs> 感じてですねすものすごい不思議な感覚になったんですよ。 でなのでそのもともとだからその多分多分谷口さんがその見せようとしていたというかその表現があの多分、ね、私のそのこの姿形からして結構スパッとはまったというかですねこの不思議な感覚は何なんだろうみたいなことを結構見ながら考えてたんですけどその VRM のその何ていうかアバターを所有するというのはちょっとこの時の感覚とは少し違って、うん、えっとアバターっていうのは何,何と言ったらいいのかなその えと自分の,なんてい,うかそのいろんなそのコミュニティに対してどういうその自分のパーソナリティを出すかっていうその文人を個人ではない文人そのあのコミュニティに対して自分のどうパーソナリティを表示するかっていうのをコントロールするための外見の、えー、と選択肢。 なんですよねなのであの自分の,そのリアルの体の姿形とは違うものでもなんかこのコミュニティではこういう姿このコミュニティではこういう姿、まあ、会社ではちょっと真面目な姿だけどそのちょっと友達と遊ぶ時は違う姿でみたいなパーソナリティを切り替えるスイッチみたいなのだと思っていてその,あのためにそのなんかコミュニティに対してコミュニティの場が変わっても同じコミュニティに っていうか同じその相手の集団に対して同じ姿を出せるように自分の姿をそれぞれ所有しておく必要があるみたいなそんな感じなんですよね。でもその谷,谷口さんの提示されるその作品っていうのはその切り替えられないそのリアルの自分の姿みたいなものがこの何ていうかこう中にその大量に出てくるっていうこの暴力性というかすごい強烈,強烈な感覚があって。 でえー、とそれがちょっとやっぱり VRM とはまた違うレイヤーですごい面白い感覚だなみたいなことは思いましたで。だからそのセルフィーもなんといううのかそうなんですねそのやっぱ自分の姿を外から撮るセルフィーっていうのはその VR でアバターをの姿をというか外から眺めるっていうのは割とこれあの私もよくやるので別にそんなにあの不自然な感,感じはないんですけど。 これがその自分の姿だと、こんなに妙な感じになるのかみたいな、ちょっと不思議な感じがありましたね。はい、あ、すみません <laughs>。大丈夫です。<laughs> そうですね。なんか、所有っていうところで、なんか、その、確かにそうなんですよね。あの、いろんなサービスとかコミュニティに応じて、自分を切り替えるっていう、はい、あの、やり方が多分、かなり主流だなと思うんですけど、な,なんでなんでしょうね。僕はなぜか、 あんまりリアルと変わらないアバターを使ってしまっているのが本当なんでなんでしょうねっていう感じはあるんですけどただその所有ってことに関してで僕はすごく面白いなと思ったのがあのちょっとだけ映像を見せるんですけどえっと一回あのこういうミュージックビデオを作ったことがあって映してもらえますかなんかこれフーンっていうあのバンドのために作ったミュージックビデオがあっていろんなアバターがこう登場してくるっていう、え。ー 作品なんですよねでそれでこういろんなアバターがこう重なり合って表示されると<ー>で実はこの中に、えー、と含まれるアバターっていうのが Vloid ていうサイトからダウンロードしたものがあってそれまさに VRM の企画に沿って作られている、はい、あのものなんですよね。でここのの時にに作作品を作るために なんていうんですかね。えっ、ー、と、いくつかのその商用利用かで、ライセンスをチェックしながら <laughs>、あの、ダウンロードしたんですよね。で、この時に思ったのは、すごい、その、ライセンスがすごい徹底して管理されてるんですよね。はい、で、これまさに同じ仕様が、その、VRM のその、仕様のドキュメントに書いてあって、はいはい、いや、これ、なんか画期的っていうか、いやこ,れこ,これこそがなんか <laughs> いお、いや、面白いところだなと思ったんですよね。うん、あの、その、 アバターの改変とか再配付きていわゆるこうクリエイティブコモンズに準じた、はい、あのライセンスの設定になっていてでそれプラスアルファなんかこうなんていうの暴力表現に対してとか、はい、性的表現に対しての許可は不許可っていうのが、はい、あの書かれていたんですよね、はい、でいやこれってなんか自分のある種文人ではあるんだけども、はい、それがインターネットで上でこう流通したりとかはい、はい、あとここでも示唆されてるんですけどあのここですよねえっ、ー、と自分のアバターのデータを 他の人から自分の姿が見えるように、他のユーザーに送信するっていうと、はい、ころも<の>、はいまあまあ、て、インターネットコンテンツって常にそうですよね、そのダウンロードして実はローカルで見てるっていうのがあって、はい、だからアバターも実はそのローカルにこう送信されてるデータなんだっていうのがあって。 このフォーマットを考えるときに結構なんかうんうなりながら作ったところで、うん、そ,うそこのそうですねあまさにその今ご指摘いただいたその自分のアバターのデータをその自分を他の人に見てもらうために送信するっていうのが結構何て言うかそのアバターとして考えると、まあ、やっぱりとてもあの新しい概念というかですね 自分のそのそ,うその自分の姿を人にそ見てもらうために送信するってなんだみたいなところがあってですねであのその上であともう一つそのここでそうですねこのフォーマットではえっ、ー、とですねそのモデルデータを使用して人格を演じることについての許諾規定みたいなちょっとあの不思議な文言があるんですけどこのこの辺りはそのいわゆるその普通の 3D モデルのデータとか えとそういったものと違ってその人の形をしているがゆえに何というのかそのキャラクターってその,、えー、とその上で、えー、とどういう言動がされたのかっていうのがその元の,そのキャラクターのなんていうかその映像というかにこうイメージがフィードバックされてしまうっていうそういう課題があって。 あのまあ、プログラムとかね、そういう本当にソフトウェアは、だからその、単純に技術でしかないんですけども、そういうキャラクターイメージっていうのは、まあ、あの例えば、カエルのキャラクターが、あのまあ、なんて言いますか、えーとまあまあ、いろいろ変な使い方をして、元の,あのキャラクターの作者が使えなくなってしまったみたいな事例も実際にありましたけども、なんか変な使い方をされてしまうと、その元のキャラクターのイメージそのものにあの影響するという課題があるので、このあたりをちょっと結構悩んだところですね。うん でこれがだから、まあ、同じ考え方をそのフォトグラメトリの,その自分の姿みたいなものに適用された時にそのフォトグラメトリされた自分の姿が例えばその無限にばらまかれて、うん、でそのばらまかれたあそのアバターがいろいろ変な用使われ方をした時に果たしてその本人の イメーージに対してそういういフィードバックがあるかみたいなところはちょっと興味深いというか、うん、まあ実際にそういうことをされてる方が何人かいらっしゃるので、どうなのかみたいなところはあるんですけど、でも、あそう考えると、やっぱり、そうですね、フォトグラメートリーのアバターでいろいろ変なことをされたからといって、本人の、なんていうか、このイメージに影響がさ,されるっていうのは、あんまりそういう感覚はないんですけど、これはね、じゃあ何が違うのかっていう、その、うん、やっぱり、 そのリアルのアバターとフォトグラメトリーのアバターのまだ存在感に差があるのかそれともなんというかそのリアルの,その人格というかボディに対しての,その情報強度が強すぎてそこまで影響がないのか、うん、ちょっとこの辺りはどう何でなんだろうというのは今話をしていて。うん いいきなり疑問に思いました僕自身は結構自分の姿とほとんど変わらないものだったりするので今日もそうなんですけど初めて会った人になんか初めて会った気がしない,いそれはすごく頻繁に起きる出来事なんですよね。だからあんまり人に会わなくても会ったつもりになってもらえるみたいなのがあったりで一方で僕の作品がなんかそういう人格的なイメージとしてなんか流通していくっていうところがあって。 すごい身も蓋もないこと言うとなんか効率がいいんですよね。<laughs> なんかあんまりこう作家としてこう、ね、いっぱい作品作るというよりかは、そのイメージが流通することによって、うん、なんかこう作品も同時に、はい、伝播していくというか、ていうのがあるなと思って、で、確かにで僕自身は実は僕のアバターはそのオープンソースみたいな形で公開はしてないんですよね。ねただ、それがやった方がいいんじゃないのみたいなアドバイスをやっぱり受けたことがあって、うん、で、実は僕のアバターって結構継ぎはぎだらけで、ね、その頭と、 えと靴とかぜ上半身とか、うん、あの全部バラバラに撮ってて、うん、で腕だけはなんかありものの 3D データを使ったんですね<ー>モデリングされた。うん だからこうちゃんと手が綺麗に動くっていうのがあるんですけど、うん、で、なんかね、この手のデータがどっから持ってきたものか分かんなくなっちゃってて、<laughs> <laughs> ライセンス的になんか公開できるか分かんないなって話をしてて、うん、で友達と話した時に、じゃあ、腕以外はグレーティブコテンツで、うん、ここは違うライセンスとか、<laughs> なんかその体のパーツごとになんか違うライセンスが付与されてるっていうのがあり, <laughs> あり得たりするかもしれないなって,って。なるほど。<laughs> 面白いですね。<Okay. S 2> いやでもその だ,だその、そうですね、確かに谷口さんのいろいろやっぱり作品を見た後、ご本人にお会いしたときに、やっぱりその、そうそう、初めて会った気がしないっていうのは確かにその通りと。ただ、あとそうです、ね、谷口さんがいろんなそういう自分の姿を題材にされた作品をいろいろ発表されてることですごくそれで、まあ、 まあ、セルフプロモーションというかその自分のイメージが効率よく出版できるとそ,のそれもそのの通りだと思うんですけど例えばこれで谷口さんじゃない人が、うん、谷口さんの,そのアバターを使って例えばすごいエロいコンテンツとかを作られた時に、うん、そのご本人にそのエロいイメージがフィードバックするかっていうと多分そんなイメージがあんまりなくてでもこれがその、うん、いわゆるもっとあのアニメっぽい 3D モデルのキャラクターが、なんか、えっ、ー、と、同じ状況に陥ったら、元のキャラクターにそのエロいイメージがつきそうな気がするんですよね。うんうん、で、この、なんというか、やっぱ、その、リアルボディの、その、強さっていうのは、一体、その、情報強度の強さっていうのは。一体、どこに、ど、何に立脚するんだろうみたいなのが、まあ、うん、その、頭の中でシミュレーションして,て、まだ、ちょっと、なんか、しっくりこないというか、なん、なん,なんでしょうね。この、リアル、リアルのボディって、本当、つ、強いなっていう。そうですね。ねうん そこは本当不思議ですよね。確かに実在する人間の二次創作ってあんまりなそんなに多くないじゃないですか。うん、そうですねで一方でそういうアニメだったりとか、うん、キャラクターライズされたものっていうのはすごく二次創作されやすいことってたくさんあるんですよね。うん、でなんかそこの際みたいなことってのすごく、うん、あの不思議だしでまさにたぶん VRM とかアバターがこれから普及していく中で、うん、結構問題になってくる、うん、ところですよね。情報量なんですかねキャラクター するときに情報量をやっぱ削ぎ落とすので、そのベースとなっている情報量が少ないから上書きしやすいみたいな感じなんですかね。そうですね。また俳優とも違いますよね。そうです、ね、俳優とやあの、ええ、俳優と演じてる役の関係ともまたちょっと違うと、ね。そうですね。そうですね。確かに俳優を演じてる役に結構なんか印象が引っ張られることも確かにありますけど。でもなんだろうなんだろうなんなんでしょうね。<laughs> この辺じっくり考えてみたいですね。 谷口さんのアバターって今まで2回、1回アップデートしてるんですかあやっぱりそれも結構、何、うん、ていうんですかね、何ていうかな、そ機械的なっていうかあの、使用的な問題があって、なんか最初のアバターは口パックができなかったんですよね。うん、で、2代目では口パックとかまばたきがしたいので、うん、それに準じた作り方をしていっていうのがあって、うん、で3代目はちょっと自分が老けてきちゃったっていうのがあって。<laughs> ちょっと加齢した方向でなんかアレンジし直すみたいなのはやったりしましたね。だからそういうような、まあ、一つにはそういうテクニカルな表現上に必要だったアップデートと、もう一つは自分自身の変化に応じてっていうのがありましたね。多分なんですけど、今まで谷口さんの作品ってユニティですかね、ね今までで、それでなんていうか、ユニティの中で毎回こう、う割と同じ質感の。 背景を使い、今谷口さんが存在しっていう状態だと思うんですけど、そのプラットフォームを変えたいみたいな気持ちとかってあったりするの、うん、そうなんですかね、プラットフォームの,その思想みたいなものによってみたいなこととか。そうなんですよねあのなんていうんですかねあの、コミュニティに属してたりとか、なんかコミュニケーションを取るってことのために使ってないっていうのが、多分結構致命的で、致命的って言い方もすけど。<laughs> あの、なんか自分の作品を作るためにしか使ってないから、うんうん、じ実はあんまりその欲求がそこまで強くないってなります。もちろんやっぱ作品のために、あちゃんと VR チャットやんなくちゃなとか、<laughs> なんかクラスターとかとか、なんかいろいろプラットフォーム調べてやんなきゃなと思うんですけど、あんまり優先順位が上がってこないっていうのがありますね。だからそこが、いわゆるこう、 VR ジャットとか楽しんでたりする人たちと、なんか実は使い方が全然違っうんあの、同じアバターを使ってるっていうのがあるんですけど、うん、なんか使う目的が全然違ってるっていうのは結構大きいですね。でも、もしなんかちゃんと始めて、ちゃんとはまったらまた変わってくるのかもしれないですけど、なんかその使用をしていって、その使用っていうのは何ですか、ね、やっぱり他者と接したりとかして、また違う,こう映像、まあ、映像に。 されたりですとかプレイできるような、まあ、ゲーム的なものにされたりとかっていうあいろんなパターンがあったと思うんですけれども、まあ、そこによってこう他者が入ってくるっていう時に、まあ、その思想そのプラットフォームにおける思想みたいなものが、まあ、より強くこう自分をこう規定してくるのかなっていうのを今ちょっと聞いていて思いましたで、まあ、岩城さんにあの聞いてみたいんですけれども谷口さんの作品を見ていて何、まあ、て言うんですかね えと今さっきだと、あ割と全映像に関して、んだろうな、ああ谷口さんの身体っていうのは、フォトグラメトリーで、割と本当に身体がそのこの谷口さんと似ているって話があったと思うんですけれども、パーフェクトシンクみたいな概念みたいなのと、VRM っていろいろ、んていうんですかね、対比的に岩木さんは考えられているのかなと思うんですけど、 そのパーフェクトシンクって何かっていう、はい、ああそうですねすすあのパーフェクトシンクってのは何かっていう今、ね、あの出てきたキーワードですけど、これはあの人の顔をあのそのままその筋肉の動きを、えー、とキャラクターに対して転写するあの、まあ、そういう、えー、とイメージですね。で、えー、とこれはあの、まあ、コーデッドアバターとかいろいろ 言われたりしますけど、その,あの人の顔をそのまま再現することで非常に、例えばその、まあ、顔を撮影しながらその、その顔を要はキャラクターに再現するわけですよね。まあ、あのイメージとしてはそのピクサーの 3D アニメとかのイメージを考えていただければわかりやすいんですけど、すごいあの生々しく人間の表情が再現できて、でかつその,あの人の顔を キャプチャーしてそのまま再現すればその表情がすごく伝わりやすいということで、えーとまあ、そういうふうに、えーとまあ、キャラクターを使っている人もいますと。で一方で VRM の,の標準的な使われ方というのはあのそのやり方ではなくてその一歩手前に感情っていうパラメーターがあってその驚きとか、ね、そのあの怒りとかっていうようなパラメーターをこうやってあげるとその怒った顔になるみたいなそういうふうに一つその層が挟まってるんですね。 で、これ何でかっていうと、あの、なんていうか、その人ではないキャラクターみたいなことを再現したかったから。で、例えばそのロボットで、あのロボットのアバターで、その、なんか怒ると、あの目が赤くなるとか。 そういうことをするするのに、その顔の筋肉をそのまま転写するっていうやり方だとそれできないんですよね。なので、一回だからその、例えば怒るっていう表現はこうだよっていうのを一回定義してあげて、で、それを再現するっていうふうに、まあ一つそう挟んだ。 でこれはまあよし悪しだと思っていてその,そ,なそのソフト対応したソフトを作る側からしたらもうあの怒るってポチッとするだけで怒ってくれるのでとても便利なんですけどもその生々しいその人のなんか顔を再現するっていうのは まあ、そのま辺まいい、まあ、りはまあそうですねそのパーフェクトシンクっていう言葉がついてますけどそのパーフェクトシンクっていうのは何かっていうとその VRM のそのパラメータをこう,こう定義すればそういうことができるよっていうふうに使っているユーザーさんがあの定義したものなんですけども、まあ、そういう形でですねそのまあ 工夫して、あの、今でもできなくはないので、それを使っていただいて、で、そのまま。えっ、ー、と、それがデファクトスタンダードになれば、仕様に取り込もうかな、そんなぐらいのイメージですね。ただ、やっぱり、その、私としては、その、ロボットになるとか。そういう表現も捨てたくないな、という感じですね。<laughs> その、谷口さんの、はい、あの、身体って、もずっと谷口さん。だけど、なんか、その、なんですかね、やっぱり、こう、アバターになるっていうのは、その。 可能性が本当にに無限にあるその手だけが今のところこう滑らかに動くだとかいろいろあると思うんですけどなんか谷口さんにとってそのアバターになっていろんなことが可能だけれども自分の身体にしてるみたいなのってなんかそうなんですよねだからそこがうまく <laughs> なんか言語化しないまま今日来ちゃったんですけどなんでなんでしょうねっていうのは大きい,いですね。一つには 例えば美術の文脈だとビトワ・コインチだったりとか、なんかそういうビデオアートの作家たちでこうパフォ自分でパフォーマンスしている様子をビデオで撮影してた人たちっていうのがかつて歴史の中にいて、なんとなくやっぱその延長で考えていて、だから僕がそこにいるんだということをなんか強く教えるために、なんか僕のアバターからそんなに離れないっていうようなことはあるのかなと思いますね。ただ一方で なんか昔作ったあ,のあ,のあるいはこの今のミュージックビデオもそうなんですけど 3D データってやっぱりあのお互いをすり抜けちゃうんですよね貫通しちゃうっていうのがあって普通に使うとなんかそれが実はこの世界の基本的な条件とか設理なんだよっていうことはあってなんかそこを強く見せるためにお互いをこう貫通させたりこ自分のアバターを重ね合わせたりということはよくあのしたりはしますねでもアバターご自身の姿がそんなに大きく変わるってことをなんかそこまで使わない 多分なんかさっきのの理由みたいいななとところがあるのかなと思いますねそうあのアバターが重なり合ってる、谷口さんの,そのリアルなアバターが重なり合ってる表現とか、すごく最初に見たときにゾワッとしてですね。で、これ、あの昔の,そのビデオの例えば表現で、そのストロボ撮影というか、うん、で、体が重なってる表現とか、すごいいっぱいあったと思うんですけど、それと冷静に考えれば、 近しいのになんでこんなにゾワッとするんだろうっていうのがすごくやっぱ最初見た瞬間に思って。で、これやっぱその 3D の空間が実際にあって、要はあの映像が半透明で重なってるんじゃなくて、ちゃんと埋まってるってことなんですね。今、あの、この画像に出てますけど、このやっぱり手,手が例えばそのなんかその他の体からこのはみ出してるとか突き出してるとか、うん、こういうちゃんと立体の何というのか前後関係を持った上で、 重なってるってているうのはこれがやっぱりただの映像の今までのストロボ撮影の合成とは違ってもう生々しさというかその実際にあるようでないすごいなんていうか不自然な感覚を生み出して気持ち悪いんだなっていうあの個人的にはそういう結論に達したんですけどこれやっぱりなんていうか 3D 空間というかその仮想空間の中の現実とは何かみたいなそんなのを突きつけられた感じがします本当に <laughs>。 ずっと初期から谷口さんは割と突き抜けは重要視されてきたと思うんですけれどもなんかその VRM の,のアバターもたくさん使ったっていうことだったんですけどなんかこう今まで使ってきたいろいろなこう突き抜けでこうなんかこう質感ってこう変わってきましたかこのずっと谷口さんはなんかこう物が落ちてきてそれがこう突き抜けていく貫通していくっていうものを作ってこられたと思うんですけれどもその まあ何年間作られてますか、ね、なんかそういう貫通するみたいな表現でいうと、本当2010年ぐらいから、なんか、当時はユニティーとかなくて、なんかプロセッシングとかで作ってたんですけど、そういっったたことをやったりしてました、ね、なんかそれでなんかソフトとか変わっていって、なんかその貫通も変わったなみたいなのってあるんですか、うん、なんかやっぱり、なんかさっき岩城さんがおっしゃったみたいに、うん、なんか動いてて、なんか。 ぱっと,と見た限り、それが結構肉々しくて、ちゃんとキャラクターだなとか、人の体だなっていうものが、なんか3次元形状でこう、スポーンってこう重なってしまうっていう、特にこのミュージックビデオ、そうだったんですけど、結構みんながこう滑らかに動いてる中で、なんか出てきたり飛び出たりするっていうのが、なんかレ,レイヤー感っていうか、っていうのがすごく強く出てきたかなと思いますなんか僕自身のアバターが重なっているとそれは 不正って感じがするんだけどこれは異なるるレイヤーににあっっっってててそれががちゃにななないいう感じが強く出たのかなと思いますねなんかこれもそのなんか VR チャットでなんか昔なんか発作を起こして倒れちゃったプレイヤーがいて、うん、でそれをこうみんなで助けようと思ったら助けられなかったっていう事件があったんですよね,ねまあ実際にはその,あの命に別条なかったんですけどなんかみんなでこうアバターの近くに寄ってきて体を触れようとするけどすり抜けてしまうってことがあって。うん で、アバターを助けてもその本人を助けることにはならないっていう技術もあって、うん、なんかそういうすれ違ってしまったり、異なるレイヤーにいるみたいなことがなんか、この当時はなんかすごく強く感じてたと思います、ね。なるほどうん。それ面白いですよね。<laughs> そのあの、先ほどのそのパララックスの中で、その空間の中でそのスマホを持って写真を撮るっていうのもそうですけど、その何て言うか、今のお話とかも含めて、やっぱり現実の空間とその。 なんというかその VR の中の空間とがその別のレイヤーにあるんだけれどもそ,のそれをだからその行ったり来たりするようなというかそのどだ区別がつかないんだけれども別のレイヤーにあるその別世界というかそれやっぱパララックスですね平行世界みたいなそのなんかやっぱり、えー、感覚っていうのがやっぱ実際そうですね私もやっぱりいろんな AR の作品だったりとか、うん バーチャルキャラクターがそのリアルのライブ会場で歌って踊るとかそういったものとかもいろいろ技術を開発して作ったりしてますけどやっぱり何かこの一つ技術を持ってレイヤーを重ねるというか違う世界をつなんか重ねた状態で作るみたいな。 のをやっぱ感じるこことがあってれね、うん、そうですね、うんで。一方でなんか VR チャットとかなんかそうう VTuber とか試してる人見るとなんかちゃんと物が触れるようにとかなんかスカートが足を貫通しないようにとかだんだんすごく技術が向上してきていてなんかこういった貫通してしまうことっていうのがどん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 見えなくなってきてしまうのかなっていう感じもしていてなんかそのあたりも今後何年かでなんか見え方が変わってきそうだなと思ったんですね。で なんかあと岩木さんにちょっと伺いたいのは、今回写真の話でもあるので、ええ、VRM の企画の中に、多分マテリアルとかシェーダーの企画とかがあると思うんですけど、はいはい、そのあたりって、んていうんですかね、どの程度こう異なるサービスとかプラットフォームで引き継がれるということを前提とされているのか、<ー>例えばトゥーンシェーダーみたいなものが、はい。 トゥーンシェーダーってそのいわゆるコミカルにというかアニメ調に輪郭線を揺がしてなんか2色でこう塗り分けるみたいなことができたりするんでけどそういったものも引き継げるみたいなことを前提にしてるってそうですね VRM ではその基本的に使えるのは3種類で、えーえー、1つはその、えーとまあ、物理ベースレンダリングっていうんですけどもユニティでいうスタンダードシェーダーそのいわゆる金属的な表現だったりとかっていうのを含めたその世の中にある物理的なものを再現するための表現ですね あともう一つは、アンリットって言って、本当に照明環境にかかわらず同じ色を出すっていう表現と。あともう一つは、その今お話があったトゥーンシェーダー。で、でえー、この、えー、とトゥーンシェーダーに関しては、その VRM でこういう風に描画しますっていう風にきちんと定めた、えー、と新しく作ったフォーマットというか、えっ、ー、と、あのまあえー、企画なので、これは、 あの対応しているところでではは全部同じ表現になるはずですねこの,この3種類を使っている分には、えー、と基本的にどこでも同じ、えー、と見え方になるはずです、ねはい、いやなんかそれがすごい面白いなと思ったのが、はい、なんか通常、僕らが物理空間で写真撮るときって、はい、まあスタジオだったりとかでこう照明をたいたりとかって、はい、どういうふうに対象が見えるかって、外在的な要因で決定するんですけど、アバターにそれが埋め込まれてるいるといすごい仕組みだなと思って。はいはいはい 確かにそうですねそのそうここも結構悩ましいというかですねそのあの例えばそのトゥーンシェーダーにしても先ほどその輪郭線ってありましたけど実際にそのアニメ中に表現するためには輪郭線を描きたいんですよね。でもで一応それは企画として定義しましたけどじゃあその、えっと、どんな空間にそのアバターが出てきても輪郭線を描くのかっていうとやっぱり輪郭線を描いたらもう全然なじまない空間というのももちろんあるわけで。 ここはまあ何というか一応その企画としては定義したけれどもはあなじまなかったら勝手になんとかしてねっていう感じではあるんですよねただやっぱそうおっしゃったようにその何というかどうその被写体の見え方というのがその被写体によって定義されていてどこの空間においても同じ写り方をするっていうのは確かにこれは言われてみればあんまり意識してなかったですけど言われてみればすごいあの写真としては変な感じですよね。 なんかそのアバターを利用したサービスってどのサービスにも鏡があるじゃないですか。あの鏡があるじゃないですかって書いてあのるとチュートリアルみたいな場所には必ず鏡があってで自分がどう見えるかみたいなあの自分どのアイテムつけられてるかみたいなこととか持ち方とか見ながら調整できると思うんですけどなんかその鏡であるとか輪郭線がどう出るのかみたいなのってやっぱりこう何ですかね 自分がどうありたいかっていうのがアバターだとしたら、まあ、それは非常に重要なのかなと思っていて、でそういう意味で,何ですか、ね、そのアバターと鏡みたいなのって、谷口さん的にはどうですかあそうですね、なんかあのちょっと古い作品の中からの引用なんですけど、本当に最初に2016年ぐらいに。 初めてユニティ使って作った作品が、この、なんか私のようなものを見ることについてっていう作品でい、一番最初の場面に鏡が出てくるんですよね。で、鏡の向こうからもう一人のアバターがやってくるみたいなそ<う>、<laughs> そういう仕組みになってて、で、なんか鏡を見るときには、その鏡そのものを見ることができなくて、鏡そのものを見ないようにしなければ、そこに映るものを見ることができない。だから、その何かを見ることは、 それ以外の何かを見ないようにすることでもあるみたいな、まあ、常に何かメディアを通じてものを見るときにはメディアそれ自体には見えないんだみたいなところのまあ言及があったりしていて、うん、で何となくちょっと用意してきたのであの見せちゃうんですけどでこれなんか2018年の,そのいわゆるインゲームフォトグラフィーっていう、まあ、ゲームの中で写真撮ることを自分なりにテストしてみようと思って作った集作で、まあ、さっきのパララックスにも出てくる場面なんですよねあセルフィーなんだけど あのアバターが映っっててしまううういのどで、なんかそ、それの発展系で、えっと、これは本当に、あのなんていうんですかセルフィーを撮るんだけど、あのウェブカメラから自分のあ<ー> <laughs> 顔写真取得して写真撮れますよみたいな,、はい、なるので、であの、本当にこういう写真がデスクトップに保存されますよとか、あと、これはなんか、しょうもないっていう作品なんですけど、うん、大学のなんか、えーと、オープンキャンパス用に作ったもので、 その鑑賞者がやってきて自,自撮りをするってボタンを取る押すとこの自分の写真がこう撮影されるんですよね。はい、でこの写真を使うってやるとそのアバター SDK っていう機械学習でその1枚の写真から推定して顔を作ってくれるサービスがあってはい、はい、それを使ってあのアバターになれるみたいなのをやっててななんかこれとじゃあ鏡って何か違うのかなとか、うん、なんか確かにそういう問題はず,ずっとあるかなっていうのはなんかある気がしますね。でえー、といや今日ちょっと なんか話のネタにいいかなと思って、鏡つながりで、なんかこれ今年の5月ぐらいにあの公開された映像なんですけど、えっと、なんかメタコスモスタディオズっていうところが作った、まあ一種のマシニマみたいな、ちょっと架空の設定の映像なんですけど、たぶん VR チャットとかでそのみんな鏡をすごい活用するから、鏡が違法になったら、鏡がもしこの世界で使えなくなったらどうするのっていう話をしてるんですね。なんかその 結末としてはなんかみんなイリーガルに鏡を使い始めるみたいな終わり方で、あんまりそれ自体は面白くないんだけど、でもこれを見てたらやっぱり気づくのが、いかにこのなんか VR チャットだったりとか、バターを使ったサービスにおいて、鏡が重要なのかってことを、これよすごい思い知るっていうか、必ずどこかにマップの端に絶対あるみたいなことがあって、だからこれもなんか、やっぱり実空間と全然違う仕組みだなと思うんですよね。そこまで僕ら常に鏡を持ち歩いたりとか、鏡の前にもう取りになることはないんだけど。 なんかでも自分自身の姿を確認するためにこれが絶対必須になってくるっていうかそのこのやっぱりまだアバターというのがその事故の姿としてのなんいうかやっぱ強度が足りないというかそ,のそうですね今本当にもうこの この,この姿、今の私のこの,この姿、それこそもうあの50年付き合ってるので、なんていうか別にあの鏡なんか見なくたってどういう、どういう自分なのかっていうのはやっぱり強固な自己認識があるわけですけど、まあ、アバターはやっぱり、まあ、そう長い人でもやっぱりそこまでではないんですよね。だからやっぱり自分の姿がどういう姿なのかっていうのはやっぱりこう、なんていうか、鏡を見てこそ確認できる。 っていうまだその段階なんだろうなというのもありつつ、でも、そうですね、やっぱ見ないと不安っていうのは、ここから来るのか、うん、それ以外に何か要素があるのかみたいなのは、やっぱ興味深あとなんか,そのなんか、ねまあ、プラットフォームというよりも、VR だとか、まあ、AR だとか、そういったその媒体自体を乗り越える上で、写真がすごいこう、うん、使われているなと思うんですけれども。<laughs> なんかその写真で Twitter にも上げれるし、インスタにも上げられるし、そういうふうにこうアバターがこう伝播していくときに、写真というかまあインゲームフォトグラフィー的なものというかまあシミュレーションですけれども、写真のシミュレーションというかまあ写真だと思うんですけれども、そういうのってこう岩木さん的にその鏡と一緒ぐらいそのカメラ機能って絶対入ってるなと思うんですけど。そうですねあのー これは、えっと、写真というのはやっぱり一つの切り口というか、そのまあ、パララックスで示されたように、なんかやっぱり仮想の空間というか、の VR の空間とその現実の空間っていうのが別のレイヤーにある中で、このレイヤーをどう,こう乗り越えるかっていうことなんですよねで。例えば VR チャットに関しては、VR チャットっていうもその空間というか、そのレイヤーの中にみんなこう、 入ってでそこで割と閉じたコミュニケーションみたいなものが成立している。でもそれはやっぱりその世界のすべてではなくってその外側の別のレイヤーにもっと広大な,なんていうか世界が広がっている。この間やっぱり何らかこの橋渡しをしてあげないと閉じたものは閉じっぱなしな、ね。だからそそこの橋渡しをする一つのやっぱり手段が写真というメディアで。きまあえーと特定の あマ、まあ、シーンを切り取ってこれをやっぱり外に出してあげるっていうのが必要なのかなとは思いますねで。ただやっぱりここの本当に境目というかっていうのがやっぱり本当に分からなくなってきてるというか、まあ、今は本当にそういまあ VR チャットだったら VR チャットっていう本当に完全にその独立したレイヤーがありますけどその パラダクスで示されたようにそのなんというか、その空間の中がフォトグラメルトリで作られていて、その実際の空間と同じ体験ができたらどうなのか。あとは、じゃあその現実の空間だったら現実の空間で今はその、今、まああ、例えばスマホで写真を撮っても、レンズで撮った映像をそのまま記録してるわけではなくて、その間にコンピューティングが入って、画像が補正されていたりとか、それこそ最新の,あのスマホでは、 なんかこの中にいらないものをピュっと選んでやれば消せてしまうとかじゃあそこに映っているものは現実なのかっていうとそうではないその修正された現実だったりするわけでこのじゃあその,そのコンピューターの中に作られた空間とその現実で撮った写真とで一体何が違うのかっていうのがどんどん曖昧になっていると思うんですよね。でた,だただやっぱり そのそうですね、世界の広さとしては違うので何らかの橋渡しがいる。まあ、その一つの手段が写真だとは思いますが。じゃあこの、このあと5年後、10年後、じゃあその写真というメディアが何を写しとるのかというのは、個人的には全く分からないと思ってます質問とかって来てますかね。はい、ありがとうございます。えー、すみません、声が。 あの急に男に変わりましたけれども、えー、質問あの、早見と申します。えー、とちょっと代わりにあの質問を読ませていただきます。まず、谷口さんへの質問なんですけれども、あのこちらの、まあ、一番最初にいていただいたパララックスの作品なんですが、えーと、制作期間、時間というのはどれくらいかかっているものなんでしょうかという質問が来ています。いかがでしょうかめっちゃプラクティカルな質問ですね。<laughs> あのいやでも1か月ぐらいかなとは思うんですけど、ただ僕の作り方として、なんかこう、別に、なんか例えばネットの 画像検索する場面とかってあれ単体で実は別の作品だったりすするんですよねだから複数の作品をバラバラに作ってガッチャンコするみたいなことをしてるのでだからそのガッチャンコする作業には1ヶ月ぐらいなんですけど実際にはもっと別々の作品の集合ではあるのでそこそこ時間はかかってるみたいな感じになってますね。 なるほどありがとうございますちなみに、えっと、それに関連してなんですけど、えっと、制作のアプリアプリケーションはどういったものを使われてるんでしょうかはいユ,ユニティを使ってますユニティなんですね,ですねなるほどあ,のありがとうございます、はい、ユニティもっと簡単になってほしいですみたいなコメントもです、ね、<laughs> <laughs> 入っておりますありがとうございます、はい、あとあの、まあ、谷口さんにとって別の方からのご質問なんですけど、まあ、これ VRM っていう言い方してますけどもそらくそのメタバース空間上でご自身を作る時ということなんですけどカレー あの、いわゆる年齢を加えていくというカレーですけど、っていうのは重要なファクターなんでしょうか？というような質問が来ております。そうですね、なんかあの同じようなことを考えてっていうか、なんか昔ちょっと前に。まあコロナ入ってからなんですけど、その札幌のスカーツっていう施設で、なんか高校生と一緒にワークショップをやったことがあって、その時にやっぱり自分自身のアバターを作って。 で、そのアバターをなんかバーチャルな避難場所に避難させようみたいなワークショップをやったことがあったんですよね。まあ、つまりコロナみたいな状況で実社会がこうあんまり機能しなかなったときにバーチャルな国家に逃げようと、そのためにアバターを作ると考えたんですけどうう、はいで、なんかその仕組みってほとんどノアの箱舟みたいなもんで、はい、<laughs> で、世界が滅しちゃたあの消滅しちゃって、だから自分自身がたとえいなくなってもみたいな可能性が見えてきちゃう感じがあって、うんうん、だからカレーっていうファクターはないんですけど、なんかなんていうんですかね。 ちょっと新しい家みたいなイメージをその時は作ってて<ー>、なんかそういう可能性はある、動,動かせる家みたいなものとして、アバターっていうのはちょっとありえてしまうかもなと思ったんですよね。面白いですね、ありがとうございます。こういう質問がくると、いろいろね、さらに引き出て面白いですね。で、これ、すみません、これ、お二人になると思うんですけど、えー、武藤優也さんから、メタバース上におけるファッション、要はどういう服装ですよね、についてはどのようにお考えですかということなんですが、いかがでしょうか。 じゃあ私からです、ね、はい、お願いします。えっと、そうですね。ファッション、これすごい大事でして、えっ、ー、と、まあ、今、その VRM というフォーマットでは、その服装については実は特に規定をしていなくて、服装込みでモデルを出力するということを考えてるんですけど、あの、実はそのアバターの上でのファッションってめちゃめちゃでかいビジネスで、 あの本当にあのていうかアバターで,えっとそうですね例えば「フォートナイト」っていうゲームがあってその「フォートナイト」でやっぱりその出てくるそのアバターというかその自分のキャラクターに何を着せるかっていうところでやっぱめちゃめちゃそのお金を取ってるというかうちの息子なんか本当にいくら使ってるんだっていう感じなんですけどこうやっぱそこで何,何を着るっていうのはやっぱすごく重要な要素。でここは 何ていうか、そのいわゆるそのアバターの,そのゲームの中の服装というだけじゃなくて、まあ、今、徐々にそのあのリアルなブランドとかも参入したりしてますけど、よりそ,のそこのファッションというのは、多分重視されていくんじゃないかなとは思いますね。ただ、そのファッションが、その来た状態で、来た状態で、そのファッションがその他の世界に持ち越せるかというと、それが多分今、できないので、これはなんとかしたいですよねとは、個人的には思ってます。はい ありがとうございますそうですね、なんか今聞いてと思ったのが、僕、ずっと赤いトレーナーで、<laughs> <laughs> ファッションっていう要素がまあ皆無なんですけど、で多分それは多分 COO とか分違うからって、やっぱり大きくて、うん、なんか僕の場合って、多分あの赤いあのあの、なんていうかーー、セーターじゃないんえトレーナー来たときに、やっぱりイメージしたのやっぱマリオなんですよね。うん、なんかどんな場面にいても赤くて、なんかこう、主人公とかキャラクターなんだなってことが分かるっていう意味で、赤を使ったっていうのがあって。うんうんはい で,でも多分それが本当にコミュニケーションとかのために使われるようになってくるとやっぱり衣装とかその洋服っていうのはすごく重要になってきますよねその TPO だったりとか状況に合わせて変えていくっていことがすごく意味を持ってくるので多分今後だからシェアとかその需要が増えてるときにやっぱりよりそのファッションの重要性が高まってくるんだろうなと思いますね。 ありがとうございますあの。バンバン質問が増えてきてるんで、ちょっと困ってるんですけど、<laughs> いや困ってないです。うしい意味なんですけどえ、次の質問を読みます。VR 空間で撮った他人のアバターや 3D モデル写真を、まあ、Twitter などの SNS で投稿する場合、自分のアバター写真は投稿してほしくないなど、権利的な部分で問題が起きそうな気がするんですが、どのようにお考えでしょうかということです。あ、います。<laughs> あのー <laughs> これ、あの、これも、あれですね、別にアバターだからというわけじゃなくて、うん、本当に、あの、普通の写真と同じですよね。写真撮られて、そのツイッターに上げられるっていうことが嬉しい人と嫌な人がいるっていうだけの話なので、うんはい、で、これ、あの、のアバターだからとか、権利だからとかってうんじゃなくて、まあ、単純にその,あの、まあ、対人のコミュニケーションの TPO の話だと思います。んはい、なんか、ふと思ったのが、こう、はい 撮影できないシェーダーとかマテリアルみたいな <laughs> <laughs> そういう話も、ね、あの出たりしますね <laughs>。ありがとうございます。じゃああと2つだけご質問で終わりにしたいと思います。谷口さんへのご質問なんですが、ご自身の姿をしたアバターが本来の自分ならやらないような動きをしているのを見るとどのような気持ちになりますか例えば思いっきり踊っている自分やバスの中で体がひねられている自分なの。 い,や多分いわゆるこう VR チャットとか VTuber みたいに自分の身体と同期させて使うっていうやり方をしてないんですよね。どっちかっていうとゲームのキャラクターみたいになったりとかあるモーションをつけて動いてる私を後から撮影するみたいなことが多いので実はあんまりなんかこう何て言うんですかね違和感はあんま感じないとありますね。なんか結構被写体、客体みたいな感じに捉えてるので自分がやってるみたいな そういういいフィードバックはないんですよねだから、ま、全くの他人っていうか、素材みたいになっちゃってるっていうのは大きい感じしますね。そこは結構ち違う感じがしますね。だから なるほどありがとうございます。じゃこれ最後の質問で <laughs> すいませんあの。時間の問題で最後にさせていただきます。天外さんからです。え機械学習でコンピューターが勝手にアバターを作ったり、メタバース空間を作ったりすることも、まあ、不可能ではないと思いますが、えー、人間が現実空間のシミュレーションとして作られたメタバースとは違うでしょうか同じでしょうかどのようにお考えでしょうかと、うん、いうふうに質問が来ております。最後にだいぶコン <laughs> <laughs> そうですね、あのーまあ、機械学習でというかそうですねあの今ちょうどその映像の画像の,その生成とか AI による生成とかっていうのはものすごい話題になってますけどもその先,そう先ほどそのパラダックスを見た時にその。あの キーワードから画像検索で、えー、と出てくるっていうシーンを見たときに、あれ、あの、映像生成にもなるなと思ったんですよね。その本当にいろんな雑多なキーワードから、その,その場で映像がせ、画像が生成されて空間の中に出てくるっていう、絶対そういう未来になるはずだと思ったんですよね。で、その時に、じゃあ違和感があるかどうかっていうと、それはもう本当に、今、その、 AI が生成する画像を見て微妙な違和感がありつつもほぼすんなり見れてしまうのと同じように精度が上がると多分きっと分かんなくなっていくる。その場合、その時に本当にじゃあリアルとは何かみたいなところはすごい多分あの問い直されることになると思うし、個人的にはそういう未来はすげえ楽しそうと思ってます <laughs>。僕は何ていうんですかね。 なんかそういうふうにそのバーチャルな空間とか AI によって生成されるイメージっていうのがより高精細とかリアルになっていくとなんかその反面なんかこの実世界がなんかものすごい膨大な計算量がそこに存在するんだということになんか気づきそうだなっていうのがあってなんかちょうど今回出しているその3つの会話っていう作品の中にまあ今回展示してないバージョンでなんかサイコロを振る作品があるんですよねで,でサイコロが転がるんですけど なんかサイコロの転がり方って実は、転がり方それ自体は毎回違う可能性で転がるんですよ。うん、絶対二度と同じ転がり方をしない。だけど、サイコロは必ず1から6の面に収束するっていうのがあって、だから僕らはそこに意味を見出せるんだけど、うん、でも実世界ってそうなってないっていうか、あんまり、毎回違うことが絶対起きるっていう、なんかとんでもない計算量で、なんか世界は動いてる感じがしていて、うんうん、なんかそのことに気づきそうな気がするっていうか、ね、ような気がしますね。うん ありがとうございました。あのこれにて質問も示させていただきますあの。本日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日はですね、これにてあの終わってしまうんですけれども。 バーチャル空間で撮影される肖像とは、これからの 3D アバター概念と写真と題しまして、まあ、鏡をフックにですとか、あのリアルアバターといったものの強度についてなど、いろいろお話が聞きまして、えっと、これにて終わります、はい。ありがとうございました。ありがとうございまでは、最後にですね主催の,あの説明について、えっと、ちょっと早見さんからさせていただくので、ここからはあの紹介パートなので。<laughs> はい すみません。皆様どうもありがとうございました。本当に素晴らしいトークでありがとうございます。本日の企画ですけれども、T3 フォトフェスティバル東京とですね、合わせてリベラルアーツラボの共同のトークイベントというふうになっておりまして、2社の方で今回企画をさせていただきました。写真とですね、写真だけでなく異なる分野のですね、あの プロフェッショナルをつなぐということで、企画の方を一緒に作らせていただいているんですけど、本企画に関しましては、2人のディレクターにイベントの方、企画を考えていただいておりまして、ピクトの村上正和さんと、津村山舞さんの方に企画の方を一緒に考えていただいております。改めて御礼申し上げます。ということで、大変長くなりましたけれども、こちらで主催側のご説明とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 え、是非あのアンケートをですね。チャットルの方に送っておりますのでえ、そちらでアンケートお答えいただけますと幸いです。では、皆さんありがとうございます。失礼いたします。